おはようございます、8月5日金曜日朝の7時20分、東名上り鮎沢パーキングエリアです。今日は相模原で、サンパレット朝9時過ぎですね。パレットだけどでかいパレットですね。長物のでかいパレット2メーターぐらいあるかと、その後は夕方積みの当日夜9時江東区ということで、昼間はあれですね、時間調整で休息になります。今日は、娘の感染から発熱から10日過ぎたんで、昨日が10日、26、27、28、29、30、31、1、2、3、4、4日で10日になったので、今日は家に帰ります。まあ特に熱は下がってるので、帰ります。相模原完了です。はい、完了しました。まあ自分でフォークで下ろしたんですけど、で次の仕事はね夕方なので、とりあえず会社バックして休息入れたいと思います。車庫です。11時です。お疲れ様です。次夕方、5時過ぎるって言ってたね。横浜都筑区、で当日夜9時の江東区です。その前に久しぶりに洗車しようかな。洗車終わりました。3時間かかったよ。洗車機はかけてないんだけど、下回りと煽りまで久しぶりに洗車して3時間。疲れた。今、2時ですね。これから飯を買いに行きます。はい、午後5時です。これから積みに行きます。夜9時、お台場です。お台場おろし。6時10分横浜都筑区積み館です。いやマスクして積み作業してるとマスクの中に汗が溜まってすごいですね。ダラダラダラと雨の雫みたいにダラ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 。じゃあ江東区、江北インターから乗ります。
午後7時30分お台場降ろし場所近くで待機、9時降ろしです。1時間ちょっと待機です。晩飯食べちゃおうかなと思います。これともやし味噌とカレー飯、これを食べてみようと思います。カレー飯、カレー飯と味噌ラーメン、体にあんま良くなさそうですけど、まあ野菜ジュースで若干フォローして、ちょっと小腹が空いてるときいいかもしれません。ラーメンって合いますよね。8時40分呼ばれました。9時40分江東区完了です。台場完了。すごい面倒くさい入管手続き。さかよ。もう高速でピューッと帰ります。